マルバスミレはスミレかスミレ属に分類される多年草の一種。葉の形状に丸みがり、純白の花をつける。種商名は伊藤圭介への県名。シノニムがビオラ・キスケ・イミク・バリエーション・グラブラ・ W ベッカーで、この変種名は無毛のを意味し、ケマルバスミレの変種として扱われることもある。別名がケマルバスミレ。 キの草丈は5から10センチメートル。花子の草丈は約25センチメートル。地下径は短い。普通葉や傭兵に荒い毛があり、葉は柔らかく、円心型、円筒、鈍郷紙があり、基部は深い心形、長さ2から4センチメートル。柄の長さは2から10センチメートル。葉の表面は緑色、裏面は単緑色。柿には葉はさらに大きくなり。 柄も長くなる。花は丸みがあり直径約2センチメートル、白色で時に泡辺に紫色を帯び、花柄は長さ5から1 0センチメートルでまばらに開けで毛が生える。花期は4月上旬 -5 月上旬。学片は緑色褐色で長ょうだ円状筆心型で耳にしががある。花弁は長さ10から1 4ミリメートル、側弁は無毛、または少し毛があり。 新弁には紫状が入る。巨は長さ6から7ミリメートル。下中の上部は張り出して、カマキリの頭形。丸い果実はこなすと3つに分かれ、船型の下皮が乾燥すると中の種子を両側から挟み、その圧力で弾き飛ばす。種子の一部に小さな白い部分があり、これがアリが好む偉いイオソームでアリが種子を運ぶ。 産地のリンゲで柔らかくて崩れやすい場所に群生する、マルバスミレシベリア、中国、朝鮮半島、日本の団体に分布する。日本以外での個体数は少ないと見られている。日本では本州、四国、九州に分布する。北限が青森県、南限が薬島。太平洋側の内陸部に多く、西日本では一部を除いてあまり多くない。産地、 丘陵地や道端などの日当たりの良い場所から、半日影の土手や落葉樹林下に生育数する。特に柔らかくて崩れやすい場所に群生することが多い。従来、マルバスミレは、毛マルバスミレの無毛品として扱われていたが、無毛品は極めて稀であることから両方を含めて、マルバスミレとして扱われている。側弁の基部に毛がある品種として、ヒゲ毛マルバスミレが知られている。 ザ山スミレとの交雑誌として若宮スミレが知られている。日本では国レベルの環境省によるレッドリストの指定はないが、以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。